体調は、うん、やめました、うん、からどう考えました、うん、僕なんかあのパソコンですよ、まあ、適職が何だろうとかは考えてないです。その時何がやりたいか、パソコンがやりたい。僕多分あの経理やりながらこうなんかこう入力とかエクセルでこう入力してって計算するじゃないですか。これでもここのやつをまたこっち側に移してとかってやってたんですよ。もう全部手動ですよ、ほぼ。もうこんな無駄なことはやってられないとか思って、はい、もうエクセル勉強しながらもう関数とかいろいろ勉強して自分でこうピッてやったらバーッと出るように作ったりとかしてて、はいはい、でそれが楽しかったんでこうなんか入力しながらもあこれってこういう風にしたら面白いんじゃないかなとかこうできるんじゃないかなって思いながらやってるとここのは間違えるんですけどこれは多分パソコンがやりたいんだろうみたいな、パソコンが好きみたいなのがあったんで、はい、まあ、そっちを目指したみたいな、はい、うん、で好きが見つかった、はいはい、で今最近、うん、ここの我々の動画、うん、大学生の方、はい、もうご覧になってくださっていて、うん、ありがとうございますと、うん、で多分大学生の方も多分そういうとこに当たっていくわけじゃないですか、うん、要は、うん、もう2年生ぐらいになると、うん、はい、仕事を考えましょうねって、はい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 、急になんて言うんだろう、今まで緩い線路があるじゃないですか、うん、学生っていう、うん、緩い線路から急にパタってなんて言うんだろう、うん、銀河鉄道、あ、知らないか最近の子は要は線路がここまであるけど、うん、急にそこジャンプ台なんで、はい、飛べって言われるんですね、うんうん、さあ社会に飛び立てって急に言われるんですよ、うん、で線路がなくなった時に何をやればいいんだろうっていうのは誰もがぶち当たるんだろうなと思っていて、で二等兵はそれがすごい分かるので、いや文系ですね、まあ、理系の方もそうかもしれないんですけど、何をやればいいんだろう俺って、何が正解なんだろう、そのなんか何かになるために勉強とかはしてなかった。僕も一応法学部みたいなところには入ったんですけど、法学部弁護士は結構ハードル高いんで、うん、うん、法曹界なんて無理ですよ、うん、あの多分その辺にいる法学部、うん、まあ僕も法学部、まあ、僕の法学部はあの税法を勉強するために法学部だったんですけど、はいはいはい、何を目指すかみたいな、はい、で僕は学生の時はとりあえず税理士目指せだったんですよ。ああ、うん、なるほど、うんうん、まあ目指すものがある人は別にそこを目指せばいいですよね、うんうんうん、ただ何て言うんだろう、漠然となんか適職ってなんだろう、うんうん、僕ってなんだろう、うんうん、っていうところで見てくださると思うんですね、うんうん、でそこで何か回答が出せるといいななんて思うんですけど、うんうん、はい、出ますかね回答、うん、ここでね人の意見を出すのは受け売りはどうだ、はい、とは思うんですけど、うんうん、まあ一例として、はい、一例としてあの最近二等兵が熱心に見ている山田玲司さんという漫画家、ビーバージンとか、うんうん、書いてらっしゃる、絶望に効く薬とかを書いてらっしゃる漫画家さんなんですけど、ゼブラーマンとかですかね、はい、あとはゼブラーマンしか見たことないです。ああ、なるほど、うん、の方の動画を今一生懸命見てるんですけど、うん、その人はみんな漫画描けって言うんですよ。あ、みんなみんなもう漫画描け、漫画家になりたいとかじゃなくて、うんうん、というのは、うん、その漫画家っていうのを、うんうん、みんなハードルを高く上げてねえかと、うんうんうん、要は絵が上手い人が漫画家じゃねえよと、うんうんうん、漫画家には全てが詰まっている、うんうん、要はその演出も、うん、構成も、うん、セリフ回し、うんうん、要は表現ですね、うん、表現、うん、要は五角形あって、うん、表現、まあ、絵が上手いっていうのがあるんですけど、うん、あと表現、うん、セリフ回しとかあって、うん、漫画家にはそれが全て詰まってるから、はい、もし、うん、漫画家になれなくても、うん、表現力だけが身についてる、はいはいはい、だから表現力を生かすことができるよ、うん、みたいな話をされていて、うんうん、あ、確かに二等兵ね、うん、あの小学校の時漫画クラブに入っていて、うんうん、漫画を一生懸命描いてた時があるんですけど、うん、いかんせん絵が下手なんですよ、うん、で多分なんか漫画家を目指す人って、うん、あの絵が上手いから、うん、漫画家になろうみたいな発想だと思うけど、うん、漫画家になって一番初めにぶち当たる壁って、うん、作品が作れないみたいな、要は超絶絵が上手い人はいるけど、うん、それがみんな漫画が面白いわけじゃないみたいな、うんうん、その、まあ、僕の友達も絵描き、絵描きさん、はいはいはい、一瞬漫画家をやろうと思ったけど、はい、絶対無理だって言ってましたもんね。上手な絵は描くことできる、はいはい、けど漫画ストーリーとか物語とかは全然考えられないみたいな、なるほど、うん、
ていうのを言っていて、うん、あ確かになんか多分どっかでクリエイティブな目って人間って積まれるんですよ、うんはい、って思っていて、例えばその絵が下手だと普通に言われるじゃないですか、はい、絵が下手って、うんうんうん、って言われるともう多分どっかで捨てるんですよね。あ多分そうだと思いますよ。多分これって、うん、あ僕別に教育を否定するわけじゃないんですけど、うんうんうん、基本でも教育って、うん、あの工場で働く人間を作るために始まってるじゃないですか、はいはい、明治に、うんうんうん、でそれがずっと今続いてるわけですよね、うん、それは日本人勤勉的な日本人の、うん、日本万歳みたいな動画が今たくさんあるじゃないですか、うんうんうん、そこにつながるのはまあ良かったと思うんですよ、うん、その識字率の高さとか、うんうんうん、あの真面目な人が多いみたいなのがパタッてはまったんだろうなと思うんだけど、うんうん、なんかそれゆえに生きづらい人って、生きづらいっていうのはなんかそのクリエイティブなのに絵が下手って言われるんですよ。絵はその、うん、例えば、まあ、絵はスキルですからね。はい、そうスキルで、うん、要はスキルの部分が下手って言われて、うん、あ無理なんだっていう、うん、その表現力とか持ってたかもしれない人たちが、うん、その違うこの僕の知り合いの絵描きの人も、はいはい、絵は誰でも描けますって言ってました。誰でも上手になれる。なるほど。練習してないから下手なだけですよって、はいはい、ま、僕ここまで描くのに10年間毎日ひたすら描き続けましたからって、はい、そういうとこですよね。16ぐらいから引きこもって10年間描き続けたみたいな。今その人は飯を食えてる。絵で飯を食ってます。だから高中卒ですよ。あその人、うん、高校も1週間で退学してみたいな。ああ、なるほど。で引きこもって絵をひたすら描いて、はい、だから目玉1個、目玉はこんなんじゃないとか言って、はい、3ヶ月ぐらい目玉描いてたとか。それは好きがあって羨ましいですね。、うん、はい、みたいな。で、すっごいうまいねみたいな形で話をすると、はい、いや全然ですよみたいな、こんなひたすら10年描いたら誰でも描けますよみたいな。10年かみたいなことを。なるほど、うん、っていうなんかその、うん、でもそういう人は多分、あそのだから見ると羨ましい例ですよ。あ、うん、その熱中できるものがあっていいね、うんうん、ただその要は何て言うんだろう、レールから外れることができずに、はい、そういうところに多分その子だったら、はい、多分そんな絵なんか描くよりも勉強しなさいって言われるわけじゃないですか、はい、今は時代的にはそうでしょうね、うんうん、はい、多分ずっとですよね。僕たちの子供の時から多分そうですよね。そうでしたね、うん、はい。だからもうその絵なんか将来そんなのも食っていけないんだから。そう、僕もね今ね娘とかがなんか職業の中でイラストレーターとかが入ってると、うって。いや僕はデザイン会社に近いところにあるので、そのなんか見えるわけじゃないですか。あ、僕が見てる世界ですけどね、それは。あ、この巨匠クラスの人が今はなかなか厳しいんですねみたいな。だから本当にその僕の知り合いの子は、はい、多分今30ぐらいかな、はいはいはい、ぐらいで、はい、もうなんか本当にアニメ制作会社から、はい、あのアニメのなんかカードとかあるじゃないですか、トレーディングカードみたいな。あ、そういうやつ、はいはいはい、ああいうやつを書いたりしてますもん、依頼が来て。なるほど。まあ、そういう道が見つかる人はいいんですけど、うん、あ、僕が漫画家の例を出してましたからね、はいはい、ただ要は絵がうまいっていう、うん、その、まあ、楽器にしてもそうですよね、うん、なんか笛とかが下手だから、うん、あ、その苦手だって。いや、スキルの部分がで磨けば伸びる部分もあるんだけど、はい、その前になんか下手くそとか言って言われて、はい、みんな多分やめちゃうみたいな。そうでも、うん、スキルがダメだから、うん、あ、僕は向いてないんだって、うん、捨ててしまう、うんうん、いやもうその今度は表現力とかいろいろ音楽にしてもそうですよね、はいはい、作詞っていうのがあって、うんうん、なんか歌がダメでも楽器がうまいとかいろいろあるのに、うん、全部捨てちゃうじゃないですか、うんうん、パッケージでっていう側面もあるなと思っていて、うん、で二等兵の場合は歌もできない、うん、絵も下手だった、うん、で営業もできなかった、うんうんうん、っていう。あ、僕はもう全然あの質問くださった方と一緒でまださまよってるんですけど、多分あの適職を求めて、はい、まだなんだろう、その例えばその絵描きの子は絵をたくさん描いたから上手になったわけじゃないですか、はい、で何もやってない状態でうまいものを探すから、これも向いてない向いてないみたいな感じになるのかなって。そうですね、うん、歌も下手だったとか言って歌のトレーニングもしてないわけじゃないですか。はいはいはい、そうですね。絵のトレーニングもしてないわけじゃないですか、はい、で、うん、僕の場合は多分、うん、
今まあこんな動画を撮っているのは、うんうんうん、多分その人が目玉を10年描き続けたように、うんはいはい、僕も多分ここで多分10年喋り続けると思うんですよ、うんうんうん、で一人のチャンネルも立ち上げたんですけどそこはちょっと今頓挫してるんですけど、はい、気持ち的にあのただコツコツやっていこうと、まあ効率の問題ですからね。効率効率っていうのはまあなんか一つに集中した方が効率はいいじゃないですかっていう、まあそうですね。なんでこの質問くださった方も要はクリエイティブな方向に、うん、なんか目を向けてみたいなことが書かれていたので、うんうん、クリエイティブな職業で何か少しずつでも始めてみます、うん、っていうところで締められているんですけど、うん、このウェブ系なんてみんな学校で勉強しないじゃないですか、まあ、今 YouTube で上がってますからね。そう、まあ、専門学校とかありますけど大体みんなそんなところじゃなくてなってたりするじゃないですか、はい、うん、あのなんかワードプレスのテーマを作る人とかでも、まあ、独学でっていう人は結構多いですね、うんうんうん、で結構プログラミングとかもそういう人多いでしょうね、うん、今おおむね YouTube に上がってますよね、うんうん、なんか何かの作り方とかって、うんうんうん、でまあやろうと思えばできるし、はい、そういうなんかウェブのスクールみたいなのもあったりするし、この何て言うんでしょう、適職って考えると、はい、理想あるじゃないですか、うん、よくこの NF の人、働き方の理想、理想、はい、理想要はまあそれも効率なのかな、うん、自分を最大限に活かせるところで、うん、初めからつきたいって思うじゃないですか、うんうんうん、要は自分っていう素質を持った自分がいて、うん、素質を持った自分 A という素質を持ってるのに、うんうん、B で始めるとこれ効率悪いじゃないですか、うん、初めのスタート的な考え方としてはね、だったら僕は初めから A につきたいんだよ、うん、ってなるんですよ、うん、だから多分つけないんじゃないかなと思ったんですよ。というのは要はこうスキル、さっきの絵が下手みたいなのも、はい、練習してないから下手なわけで、はい、とりあえず1年ぐらい練習してみようよみたいなのがあるわけじゃないですか。はいはいはい、はい、でそしたらまあ、1年分上手にはなりますよねって、はいはい、でそうするとどれぐらいでその本当に絵が描くのが向いてるのかどうか好きなのかどうかみたいなのが分かるじゃないですか、はいはい、あこれ仕事にするんだったらいいなとか、僕がこう経理に入ってこれ仕事はずっとこの仕事は嫌だなって思ったりするわけじゃないですか、はい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 、だからとりあえずやってみないことには分かんないんじゃないかなみたいな、頭の中だけだと分かんない、分かんないんじゃないかな、うん、まあ、性格的になんかあるかもしれないですよ、そのクリエイティブな仕事がいいとか言って言うんで、ざっくりした方向性ぐらいじゃないですか向けられるのは、まあ、僕もどっちかというとそうですね、ざっくりとした、うん、あコピーライターっていう職業は、うん、はい、が向いてる、そのタイプとかでざっくりした方向性ぐらいは決められるけど、細かいところまではやってみないと。あと大学生の方が今見てくださってます、うんうん、はいはいはい、うん、適職ってなんだろう、うんうん、で、まあ、ここまで見てくださったとして、はいはい、やってみろじゃちょっと雑ですよね。でも探すと見つかんない気がするんですよ。あ、そうか、なるしかないですもんね、うんうんうん、